よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけど、まずすごいざっくりとといいますか、うん、その日本人のプロデューサーが海外の作品にこう携わるっていうのは、まあ、その当時もそうですけど今はどう結構割とあるものなんですか、うん、まあポロポロとはありますけれども、勢い数としてたくさんあるっていうわけにはいかないですね、うん、特に最近はなかなか難しい だと思いますね。あのそれはどういった制作委員会という日本独特のシステムによってですね。いや別に制作委員会となんとかなくてですね、映画配給会社、ビデオ会社、テレビ局、まあ、例えば原作の出版社、そういったその映画企画にまつわる周りにいる人たちが、それぞれの自分たちの分野でもってその権利を行使利用しようということで集まってみんなでお金出し合って、で映画配給会社は映画の配給を、テレビ局はテレビの放映を、その一つのソフトからいろんなものが出てくるわけですけども、でもちろん投資家としてお金を入れてるわけですけども、でそれでの残ったお金を全部みんなでプールして、これをその出資率に応じて分けていくと。でこれが全部ほとんど会社ですから、さっき言ったようにその例えば5社がいると、1人の1社から5人その人の名前を出しましょうと、プロデューサーとか制作だとか企画だとかなんとかってでこうずらずら出てくるわけですけれども、そうするとそれだけで25人になっちゃうわけですね。さっきでプロデューサーはそれだけ増えると、でしかも、そういう合議制です。基本的に合議制ですから誰かが決めるんではなくてみんなで決めるんですね。したがって一人でも反対があるとなかなかこううまく進まない。ところがそのシステムというのは、例えば外国映画って今おっしゃってることを言えばですね、外国というのはプロデューサーが最終責任を取る、最終決断権を持っているというのがごくごく普通の常識なんで、日本のその制作委員会方式が悪いって言ってるんじゃないですか。その世界の趨勢というかガラパゴス化してるんですね。世界とは全然違う形で日本はそう言っちゃった。で制作委員会の方式がいいか悪いか、それはまあちょっと置いてですね、制作委員会というのはそういうものであって、数社、まあ、少ない場合には2社という場合ももちろんありますけれども、多い場合には十数社がいろんな形でお金を入れて、それぞれみんなこうむしり取るように自分の部分でねお金を儲けて、残ったものはそれ入れポットに入れて分けるというのが制作委員会システムで、ただ非常に問題なのは、アメリカにもそういうその最近あまりありませんけど、あのパートナーシップっていうやつがありましてですね、アメリカだけじゃなくて世界中にありまして、ただこの場合にはリミテッドパートナーとジェネラルパートナーっていう2つに分かれる。でジェネラルパートナーは基本的に1人で、これが最終責任を取ると。リミテッドパートナーは限定責任、つまり出資したお金だけに対して責任を取る、その他の起こった事故実験もしくはオーバーバジェットには責任を取らないと。だから誰が責任を取るかっていうと、そのジェネラルパートナーが責任を取るっていうのではっきりしてるんですけど、まあプロデューサーとは何かっていうことなんですけど、まあ、簡単に言えば最終責任を取るやつだと思うんですよ。でその覚悟でやんなきゃいけないと思うんですけど、最終責任を取る、もしくは最終決断をする、今の政策委員会のシステムと最終決断ができないんですよね。民主主義ですから、みんなで集まって会議開きますから、会議開いて作る映画なんてみんなろくなもんがないわけで、日本のプロデューサーだと言っている人たちが、今言われたようにこの外国行って通用するかっていうと、それは残念ながら通用しないんですよね。言葉の問題だけじゃなくて、そのプロデュースとは何かということを知らないで、単に名前だけクレジットの名前だけもらっている人たちが多いですから、